あ、どうも、サイバーパンク2077で取り返しのつかない要素を取り返しがつくようにできるモッド、サイバーエンジンツイークスの紹介です。モッドの導入についてはすでにいろんなところで解説されているので、この動画では解説しません。自分で調べてください。また、モッドの導入はセーブデータを破壊するリスクを伴います。真似をする際はセーブデータのバックアップを取り、自己責任のもとでモッド管理をしてください。あと、今回紹介するコマンドはすべて概要欄に載せていますのでそちらも参照してください。それではコマンド紹介をしていきます。まずはレベル上げを終わらせるコマンドです。ゲーム、セットレベルです。コマンドを入力することでレベルが上がります。上がるレベルは後ろの数字で指定しています。レベルと同様にクレドも上げられます。お金とアイテム部品を増やすにはゲーム。アドプーインベントリーコマンドです。アイテム部品はレア度ごとに別のコマンドで指定します。コマンドを実行するとこのようになります。次は能力値を指定するコマンドです。あえて低い数を指定することで、擬似的に能力値の振り直しができます。ゲーム、セットアットコマンドです。このように能力値を初期化することができます。ゲーム、ギブデブポイントコマンドで能力値ポイントが得られます。これで能力値が振り直せます。このコマンドではパークポイントも獲得することができます。次はスキルレベルを上げるコマンドです。上げるのが難しいアスレチックや、作業になりがちな技術のスキルレベルを上げたりします。今回はコールドブラッドを上げます。ゲーム、セットレベルコマンドです。次に紹介するのはサイバーウェアを入手するコマンドです。フィンガーズを殴ってしまって取引ができなくなった時に使えます。ゲーム、アドプーインベントリーコマンドです。このコマンドではチアンティ3デビスタンマーク4が入手できます。これは強化足関節です。通覚エディター、肩レジスト、インダクターあたりが有用なサイバーウェアになります。コマンド実行後、これらのサイバーウェアはリパードクで確認できます。次はスキッピーを入手するコマンドです。サイドジョブを攻略すると保管庫の武器棚を埋めることができませんが、コマンドで2本目を取得することができます。このコマンドを入力することで飾ることのできるスキッピーが入手できます。次は隠しジョブの死神なんて怖くないを発生させるためのフラグを立てるコマンドです。死神なんて怖くないを発生させるためにはジョニーとの有効度を 70% にする必要があります。選んだ選択肢によっては 60% で止まっているので、このコマンドを実行します。ジョニーの有効度が 70% になりました。次は竹村を生存させるコマンドです。悪魔ルートのトロフィー取得に必要です。このコマンドを入力することで竹村が生き返ります。最後にジャッキーの送り先を変更するコマンドです。遺体を荒坂に奪われるかどうかで最終ジョブにて専用のセリフが用意されています。このコマンドでママウェルズに送られます。このコマンドで荒坂がジャッキーを回収します。最後にコマンドリストを紹介しておきます。特定の武器やサイバーウェアを入手したい場合に参照します。
他にもテレポート先の一覧なども見られます。レシピスタグではクラフト設計図を入手するためのコマンドがまとめられています。ウェポンズタブでは武器を直接入手できます。サイバーウェアタブではサイバーウェアが部位ごとにまとめられています。モッツタブでは改造パーツやスコープなどのアタッチメントがまとめられています。クロースタブは衣類です。ビークルスタブでは乗り物を入手するためのコマンドがまとめられています。といったところで終わり。